島津久治は、幕末の薩摩藩があろう。島津市一門、宮野城家十五代当主。島津久光の次男。薩摩藩最後の藩主である、十義の同母帝。資料では、伊名の久治ではなく、百官名で、島津図書と記される。天保十二年、島津久光の次男として、重富館に誕生する。母は、性室の千桃子。五年うるう四月に、 島津久保の養子師となることが決定し、同年3月に家督を相続した。また、久保の娘と結婚する。文政2年に解剖総統取に任命され、薩摩藩の沿岸防衛のよを務める。文久3年の撮影戦争勃発に際して、実刑の重久の代理として、薩摩藩海軍の指揮を取る。源氏元年、金門の変でも、重久の代理として、 皇居経営総督、同年12月には、撮影戦争講和施設代表となり、長崎を訪問する。慶応2年に過労に任せられる。若年でありながら、次々と養殖を務めたのは、国府、久光の次男で、藩主、重久の弟という血統がものを言ったものと思われる。ところが、この頃の薩摩藩内では倒幕派が主流となり、公明天皇の基本方針に沿った。 後部合体派の論調を取っていた旧字は旧地に立たされることとなる。慶応三年には小松立脇、桂久武らの強行論に対して、重職では慎重論を唱えただ一人反論した。明治元年の母親戦争では、資料四番隊を合津藩攻撃に向かわせたものの、旧字本人は参加しなかった。これが若手藩士からは軟弱行為と移り、河村住吉らに、 藩主の目前で質問されるという屈辱的な目に遭う。明治2年2月に過労を辞職し、同年8月には資料15,750国を藩に返上、代わりに過6,500国を賜る。以後は国政、反省にはかかわらず、以前より関心のあった教育事業に参加した。明治四年、所領のあった吉野村に第十二教皇が建設された際、 建材の提供などを行っている。明治5年正月に休止した。去年32。島津家に伝わる公式系図などでは休病によると、しているが、西郷隆盛から大久保と市道に宛てた、当時の書簡では、ピストル自殺と明言されている。過労辞職の頃より、孤立感から気打つとなっており、父、久光も、気遣っていたが手遅れとなったとある。 幕末の勝者側の、それも、藩主の一門としてはあまりにも哀れな最後であった。墓所は、歴代宮之城家墓所である、う伊佐尾寺ではなく、鹿児島市の天神山墓地に設けられたが、戦後になって、子孫の手により、歴代宮之城家墓所に移転した。後には、前年生まれたばかりの長男、長丸と未亡人が残された。長丸は長寺て叔おじ。 渦彦の娘である春子と結婚、明治30年3月に男爵となり、家族に列した。大正5年、14位を追贈された。たじりサ編、増位書見現像法版上特使増位年表 B41。ありがとうございます。